秋、亀山駅は、広島県広島市朝北区亀山南一丁目に、ある、西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は、JRB16、壁線の延伸区間の終端駅である。旧、壁線の配線区間を活用したものであり、旧、壁線時代は400メートルほど、壁駅方向に川と駅が設置されていた。一度配線になった。 壁線の壁三段橋間の一部が当駅まで、電化復活になった経緯は、壁線及び川戸駅の記事を参照。廃止された秋亀山駅とは、直線で 3.4km ほど離れており、従来の秋亀山駅と区別するために、旧国名をひらがなとしている。正式駅名が決定する前の仮称は、新高度駅だった。かつては当駅の予定地周辺にはあれ、 下あが江住宅があり、跡地に広島市立朝市民病院の移転が計画されている。東端式ホーム一面二線を持つ地上駅。二番線の南側には電化された、留置線が二線、その南側にさらに非電化の側線が一線ある。当駅の場内信号機は一機のみで、その下方に震度表示器が設置され、侵入可能な線路番号が数字で表示される。 夜間留置の設定駅である。改札とホームの間は階段がなくバリアフリー対応となっている。改札外に車椅子対応トイレが設置されている。自動券売機及び簡易自動改札機が設置されており、愛国家が利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。当駅は無人駅であるが、線路西側に駅舎がある。これは、 乗務員宿泊所と非常用の連動装置制御盤が設けられているためである。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。